皆さんこんばんは。日々これ勉強くんです。いや昔ね、浪人している時に代々木の予備校に通ってましてね、そこのスローガンが、親身の指導、日々これ決戦っていうんだったんですよ。でもみんなそれパロってね、親身の集金、日々これ決算って落書きしてましたけどね。まあそれを思い出してね、まあ日々これ勉強って、昨日はね Mac mini の設定をやって、で今日はねこの Apple TV ってあるんですけど、これの設定やったんですよね。で本来の目的の方はちょっと今日できなかったんですけど、ちょっとね、まあちょっと若干まだ分かんないところがあって、でもねそしたらね、本来の目的じゃなかったことで、設定ができちゃったんですよね。実はこれね結構使えますよ。わかります？これ今ね、これ実は同期してるんですよ、私の今使ってるこの iPad と。だから iPad の画面が、今この後ろに、出てます。だから iPad で今私がこれ操作しているのがそのまんま、これ後ろに、気持ち悪いですけど私が映ってますけど、これは私の YouTube ですね。だから結構これね、だから使えますよ。だからあれなんですよね、こう iPad とかでね、みんなこれほらなんて見せるじゃないですか、実は。だけどやっぱりどうしたって画面小さいしほらほらなんてやんなきゃいけないんですけど、これこの Apple TV があれば、これね、こういうふうにこの画面はね、みんなにこう見せられるんですよ。すごいと思いません？結構これ使えますよね。だから例えば例えばですよ、例えば、これ違うな、例えばこういう、よく私がね、これ私毎日見てるんですけど、コパさんのネットチャンネル、これもね小さい画面じゃなくてこういうふうに大きい画面で告知でございます、見れます。ね、石田様の見立て会、コパさんの結構これは使えますよね。後ろでコパさんがコパさんがいつもこう振るとこ見せましょうか。この後振りますよ。この後ね、この後本物のコパさんが振ります。このコンサっていう、あ、そうそう、まあいいや、これね今から振りますから、ほらパシャパシャって振ったでしょ。これね、これね、今日ねこれ届きましたよ、新しいの。ジュエリー、グリーン、赤、エビフライ、あ、音が違う。これどういう全然音が違うわ。こっち黄色でね、こっちピンクなんですよ、これね。ピンク、ね、ピンク、コパさんのサインが入ってますけど、まあ、今日 ね、これの開封動画上げさせていただきましたけど、だからこれ結構ね、この Apple TV ってこれ皆さん使えますよ。1枚もしないからこれ買った方がいいんじゃないですかね。割とね世間の評判はいまいちなんですけど、この Apple TV ってどうやって使うんだとかね、使えねえとかって言う人結構いますけど、結構使えます。これね、去年暮れに Apple がクリスマスプレゼントでねタダでくれたこのロッド・スチュアートの、これも大きな画面でみんなで視聴できますよ。やっぱ iPad では小さいじゃないですかね。これは使えるなぁと私は思います。そんなわけでね、まあ、今日も一つ、勉強になったということ。まだ著作権の絡みがあるからやっぱ切っとかなきゃいけないからね。なんか最近、ね、うるさいですよ、著作権の絡みで。なんか知んないけどね、 YouTube もなんかね著作権があるだろうとかなんとかね、すごくうるさいんで、変な法律ですね本当。今の大人どもの領権の狭さがね、もう如実に出てますよね。既得権益守るのに必死ですよ。で こんなね YouTube も日本の法律網かけちゃう、まあそういうことをまた言うなって小林先生が怒られるから、ね、でもね、これ、ね、今同期してるんですけどね、これ結構使えますよね。
皆さんもあの Apple TV 買った方がいいかも。いくらもしないからね。そんなわけでね、今日もすごい勉強になったというお話でした。はい、あのね、あれ Twitter でコパさんからなんかあれがあったんだ。コパさんから返信があります。玉の裏にもいや知ってますよ、知ってます。玉の裏って言うから見ました。 ありがとうございます。で、玉の裏って言うから私思わずね、今股間を押さえようかと思いました。玉の裏って言うから、玉の裏、はい、サインありがとうございます。リアルタイムですね、私今撮ってこれリアルタイムです。コパさんさっきあの大きい画面で紹介しておきましたんで、玉の裏って言うとね、私の玉の裏かと言えば本当書いちゃいました。まあね、痒くなっちゃって。ちょっとご下品なこと言ってすみませんでした。すいません。まあね、そんなわけで、日々これ勉強、ね、でも仕事もしなきゃいけないですけど、楽しいですね。楽しい。楽しい。まあね、本当はね、あのカメラもね、いいの欲しいんですけどね。まあ何もかもいっぺんには買えません。頑張ってね、明日またね、宝くじの予想もしなきゃいけないし、ピンクのね、良縁です。良縁、良縁の縁はね、私の場合あの女性の縁はあんまどうでもいいんですけど、あのこう丸い縁、ね、1円2円の縁、これはね、良縁もね、はい、これのおかげでもう良縁成就したちは、コパさんね、頑張りますよ。じゃあそういうことで皆さん今日はチャオ。